皆さんこんにちは。今回は AO 推薦入試面接対策、面接のよくある誤解について学んでいきましょう。大学面接の都市伝説。受験生は大学面接を誤解していることが多いんです。今回はその代表的な例を見ていきましょう。よくある誤解1、地頭を試される問題ばかりが出題される。では実際の質問を見ていきましょう。富士山を動かすにはどうしたらいいですか？このような質問です。富士山を動かす、これはもちろん力で動かすことはできないですよね。あなたも少し考えてみてください。はい、よろしいでしょうか。では回答例を見ていきましょう。答えの一つとして県庁所在地を移すというのがあります。実際富士山というのは静岡県と山梨県で県庁所在地争っていますよね。この県庁所在地が移れば富士山を動かしたというような解釈ができるということなんですね。少しトンチに聞こえるかもしれませんが、こうした地頭を試されるような質問、これは面接というところで就職の面接では聞かれることはあったとしても、AO 入試推薦入試の面接で聞かれることはありません。誤解なんですね。では次に行ってみましょう。よくある誤解 ②、 圧迫面接でプレッシャーをかけられる。これはどういうことでしょうか。そもそも圧迫面接とは、面接官が受験生に対してわざと意地悪な質問をしたり威圧的な態度を取る面接のことを言うんです。こんな面接だったら嫌ですよね。 AO 推薦入試では圧迫面接は行われないと言いました。ただし受験生がこれは圧迫面接だと誤解していることはよくあります。例えば怖い顔で受験生を見ている、成績が悪いことを指摘される、時間をオーバーした自己 PR を中断させられる、こうしたことは受験生に非がありますので圧迫面接とは言いません。大学面接は基本を抑えることが大切なんです。応用ばかり手を出すのではなく、徹底的に基本を抑え素直に受験準備をすること、これがポイントになります。はい、では今回は以上になります。ではコッスンでした。